昨日夜7時ごろ、男性から現金1億8000万円を脅し取ったとして、賛成会組長を恐喝の疑いで逮捕しました。恐喝の疑いで逮捕されたのは、指定暴力。はじめまして、突然のお手紙、突然のお手紙すみません。私はあなたと同じように戦国にタイムスリップし、機長様に助けていただきました。機長、機長様のおかげで家康様に仕えることができ、とても幸せに暮らすことができました。山崎の合戦で首を切られた後、あなたの遺体は突然どこかへ消えてしまいました。きっと未来に戻ったのだろう。機長様はそう言って、いつか私が未来に帰った時、あなたにこれを届けてほしいと託されました。うつけ、元気にしておるか。これを見ておるということは、お主は生きておるということだな。もしそうならば、とてもうれしく思うぞ。お主がいなくなってからこちらではいろいろなことがあった。良いことも悲しいこともたくさんな。お主がおった頃から時代は流れ、さまざまなことが変わってしまった。でもなうつけ、変わらなかったこともあるぞ。それはお主が残した思いだ。お主がいなくなってから皆が必死に戦った。そして秀吉が天下を治め、家康殿が後を継ぎ、戦のない世は訪れた。平和を願うお主の思いは確かに未来へとつながったのだ。あの時お主は言っておったな、歴史は変わらぬと。でもお主の思いは歴史を作ったぞ。お主の願いは確かに皆に届いた。だから今があるのだ。わらわにも。つねちゃん、届けてくれたんだ。たとえ時代は離れても、この指輪があればわらわとお主はつながっておる。そうであろう。ありがとうな、わらわと港。同じ時代を共に生きてくれて、出会ってくれてありがとう。では達者でな、うつけ。